こんにちは。今回はカターレ富山のホームゲーム福島ユナイテッド FC 戦です。先週のアウェー鳥取戦に敗れて富山に帰ってきたカターレですが、今日と来週はホーム2連戦、4月以来負けがないホーム喧騒から巻き返しを図りたいところです。前回のホームゲームからは喧騒に声出し応援が帰ってきました。今回も声を出しての応援が可能な試合なので、みんなでいい雰囲気を作ってカターレの選手を後押ししたいですね。前回のホームゲームと同様に今回も天気が良くないですけれども、撮影も応援も楽しんでやっていきたいと思います。それではスタジアムへ向かいます。さあ行くぞ。今日は市町村サンクスで高岡市の日ということで、道の駅万葉の里さんが出展されています。今日のおすすめは、はい、富山白エビ棒大ヒット商品です。白エビ棒、はい、これが道の駅にも普段、はい、売ってるってことですね。大ヒット商品で富山県の白エビが入ったなんとか棒です。なんとか丸丸棒ですね。わかりました。なるほど、富山限定ということですね。あとはやっぱり高岡ということでドラえもん関連の、今日はちょっと数が少なめだけど、はい、万葉の里に今日あるということですね。はい、これも万葉の里に売ってます。万葉の里にあるんですね。万葉の里にも結構じゃあいろんなものがあるということですね。そしたら今日はお仕事ですかね、それとも試合観戦プライベートですかね。両方ですか。両方です。両方ですね。試合も見させていただきます。なるほど。じゃあ試合前は、はい、ここでハードワークして高岡市の PR をしますそうですね、はい。試合始まったらゴール裏で頑張るということで、はい、声出せますしね。そうですね、はい、勝ちましょう。勝ちましょう。前回の試合に続き今日も雨ということで、雑巾とポリ袋の販売がされています。雨自体はしんどいですけれども、こういったものを使って対策しながら試合を見れるといいのかなと思います。あと今日は福島戦ということで、福島県の特産品の販売が行われています。芋栗佐太郎さんですね、福島のスタジアムでも出店をされています。あとは甘酒も販売されてますね。今日のスタジアムグルメの一覧です。ゴール裏側に出店されているお味さんに行ってみたいと思います。ゴール裏のスタジアムグルメの販売ブースにやってきました。お味さんがブラック焼きそばを出店されています。ブラック焼きそばをもらえますか。はい、お一つで500円になります。はい、すいません、ありがとうございます。スタジアムグルメ、今回はお味さんでブラック焼きそばを買いました。富山にはブラックラーメンという名産品がありますが、同じような味の焼きそばなんでしょうかね。いただいてみたいと思います。焼きそばというよりはうどんのより麺が太めですね。いただきます。ブラックラーメンと同じようにメンマと豚肉が入ってるんですけれども、醤油ベースで味付けされています。ブラックラーメンは塩辛い印象があるかなと思うんですけれども、このブラックやつはちょうど良い味になってます。醤油の味が麺のもちもち感と絡んでとっても美味しいです。今回も声出し応援対象試合として試合が行われます。今日も声出し応援エリアの入り口にはちゃんと集を見ることができる QR コードが貼られています。ぜひちゃんと覚えてゴール裏で応援しましょう。アウェー観戦、現地観戦の反射動画、これ判定いたしましたので、この後、皆さんにお手間をさせていただきたいと思います。背番号9番の大野洋平です。渋谷直樹さん、あやたちゃん、シゲアンドマツトさん、ホスカワンジャストさん、荒山ひろこさん、武田桃子さん、シエさん、石川初美さん、青熊さん、石黒泉さん、渡辺隆さん、遠くアウェイの千葉で応援に来ていただきありがとうございます。昇格に向けて残りの試合精一杯戦うので、これからも応援よろしくお願いします。今シーズン前半戦の9試合全てのレースに来ていただいた勝田さん、本当にありがとうございます。で YouTube についてですね、この動画おそらく1週間後ぐらいには、アップさせていただけると思いますので、これ以降は YouTube のカタール TV の方で、ご覧いただけますと幸いです。エキリンピザクサムライフィラーセバトリルミッドフィラー大山雅史。はい。さあ
前半終わりました。3対0で富山がリードをしています。前線からの守備がとても効いてて、前でボールを奪ってゴールというシーンが3回ありました。川西選手2ゴール、大山選手のミドルシュート素晴らしかったですね。後半も気を抜くことなく応援していきたいと思います。立ち上がって3対2でカタアレが勝ちました。後半福島に2点を返されてちょっとヒヤヒヤする展開でしたけれども、最後は全員で守り抜いてくれました。これでホームゲーム8勝1分け2敗、負けは4月以来ありません。今日は悪天候だったこともあって観客が1598人にとどまりました。今年のカタアレはホームでめちゃくちゃ強いので、富山県民の皆さんぜひ県総に応援に行きましょう。来週も土曜日にホームゲームがありますということで、今回の動画は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。次のホーム宮崎戦、多くのサポーターが集まってカタアレを応援しましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。